はい、おはようございます。7月ですよ。7月になりました。7月の1日の月曜日です。夏至は過ぎておりますけども、1週間も過ぎましたけども、なんつうの、明るさの恩恵、ほら最近雨が多いから夕方まで明るいことを実感できないですけども、確実にね、今3時50分なんですけども、帰る頃にはね本当に明るくて、早起きいい感じですよ。さてさて、そしてね、花の方ですけども、洋花の需要がさすがになくなってきましたね。7月、8月、そしてもっとね、1月と2月か、言い方、1月と2月、そして7月と8月、恐怖の閑散期が始まります。お祝いの需要の方はね、一定数あったとしても、お稽古の方とかが随分減りました。皆さんドライフラワーを使ったりブリザーブドを使ったりするんで、洋花の需要はちょっと減ってきます。一方で、洋花の需要がなくなってくるんだよと。で、一方で、今週末から来週ですね、にかけては、7月のお盆の需要が始まってきます。なので、洋花の需要はなくなりますけども、和花の方の需要が増えてくる、そんな、市場になってきます。で、ほおずきとか姫釜とか、そんなものが来週入ってきますね。今日ぐらいまでが洋花中心かなという感じです。あと七夕の笹なんてのも今日あたりから入ってきてます。今年も積極的に営業活動してなかったんで、これから入って、この後見せますけども、竹とかが入ってきます。入ってきますよ、竹とかがありますだ。こんな感じですね。注文も今日は少ないですね。あと太田かきさんの方から同じような台数が来る感じです。ですね、こんな感じです。今日もお願いします。今日も逆側から来てます。ユリはまああります。今現在はね、クルクマも結構現在はあります。現在はと言ってるのは、来週からお盆が始まります。お盆に向けてなくなる花、早速行ってみましょうか。違うな、早速行かないです。いろいろ取った後に言いますね。やばいのは菊です。リンギクやばいですよ。なくなりますよ。小菊もなくなりますよ。来週ちょっとかなり前進しております。ちょっとどころじゃないです、かなり前進しちゃってるようで、小菊、リンギク、ね、この辺が少なくなるでしょう。洋花 を、必要の方の方がこのチャンネルを見てくれてる方が多いかと思うんですけども、和花を買う人ってほら、どんどんって量を買いますので、その方たちが本当10円でも単価違ってくると、ね、かなり辛い状況になるんですよね。黄花っていうか生ものは取っておけないですから、その時にドンピシャリで来てくれればいいんですけども、今トルコキキョウは多いですよ。その奥の方に見えてるトルコキキョウね、アルストロメリアがちょっと少なくなって高くなってます。
バラは団地物もねまだあるんでまだ安いです。もうすぐ安いのなくなりますからね、バラも。まあ7月になったからといって何か目新しいものが出たという話ではないですよ。じゃあもう早速ないもの、少ないものと多いものお知らせします。